じいい感じ。じゃあ13クラウンですね。テイストがお忙しいところ、ワイヤーホイールを13クラウンに履かせる。はい、こんにちは、車小僧です。本当僕の刺さる素敵な車だらけでですね、車見てください、ドーン。じゃあ13クラウンですね。テイストがちょっと旧車風にねカスタムされてて、いろいろ聞いていきたいと思います。すみません、小野さん、お忙しいところ、ちょっと話のあれだとね、はい、夜勤明けでお疲れなところ、 すいません、はい、取材受けていただき、はい、ありがとうございます。素敵な13クラウン見つけて僕刺さっちゃいました。はい、ありがとうございます。これ13クラウンで間違いないですよね。そうです。これ年式って何年式になるんですか？平成2年ですね。平成2年、はい、平成2年だと前期後期とかっていう後期ですね。後期になるんですね、はい、素晴らしい。これ何リッターの？これは2000です。2リッター。あ、2リッターなんですか？2リッターのワイドボディで。なるほど。なかなかいないんですね。レアですよね、はい、すごい。どれぐらい乗られてるんですか？いや、まだ買って1年ちょっとぐらいです。あ、それぐらいですか、はい、あ、これこのクラウンを、小野さんもうお若いですよね、まだね。今何歳ですか？はい、今19ですね、まだ19来ました、はい、で、13クラウンをこう選択される何かこう、やっぱり先輩が乗られてたとか。そうです、もともと、はい、あの先輩が、ちょっとさっき言った先輩がもともと乗ってたんですけど、はい、で高校の時にそのクラウンに初めて乗せてもらって、うんうん、感動して、はい、そこからちょっと旧車になんか興味湧いて、で俺も同じクラウン乗ろうって思ってたらちょうどいい球が出てきちゃうので。ああ、そうなんだ、はい、やっぱそうだよね。そういうきっかけがないと、はい、今普段触れ合う車ってやっぱりね、ハイブリッド系のエコカーが多いと思うんですよね。あった当時も親から反対された、はい、されるよね、はい、ね、まあお父さんお母さんとか乗ってた時代のね。そうです、はい。なんでお前そんな車乗るんだよ。お父さんは結構賛成派だったんですけど、お母さんだけがまた故障していっぱいお金かかるでしょみたいな、はい、いや素晴らしいですね、ありがとうございます。今1年ぐらいだとどうですか？1年乗って車の調子って？あ、全然いいですね。あ、本当ですか？まだ壊れてるとかはまだないです。プラグ1回交換したぐらいで、その他はまだ全然大丈夫です。まあ、その辺消耗品ですもんね、はい、車買う前に買った時にすごい整備したとかではなくて。あ、もともとその買うのが、はい、駅舎買おうかなと思ってたんですけど、はい、なんかおじいちゃんもともとこれ乗ってたらしくて。出ました、はい、おじいちゃんか、はい、そうです。で、も整備記録簿とか全部残ってるやつ買って、はい、結構程度いいのよく見つけましたね、はい、見つけましたとか見つかりましたね。見つかりました、栃木から引っ張ってきました、はい、それはなんか普通の車屋さんでグーとかに出てた感じですね。そうです、普通の本当の普通の車屋で、うん、その車屋に旧車1台だけあって、はい、それちょっと目つけて連絡してみたら結構程度良かったの。あるあるですよね、はい、ああ、それはでも結果しかも1年乗って全然故障ないってことは当たりですよね、はい、結構当たりですね。よかったよかったよかった、はい、よかったよかった。19歳だとこれが初めてのマイカーって感じになる。いや、もともと最初ハイエース乗ってて、おそれも 100K のハイエース乗ってて。結構ハイエースも似合いそう。そうですね、うん、昔の車もともと好きで、はい、セカンドカーでこれ買った感じですどうですか今乗ってて？お気に入りになりました？楽しいです。楽しいよね、かっこいいよね、はい、でまたいじり方のテイストも当時のシップカーというよりも13クラウンでさらにもう一個前のちょっと旧車風にやんちゃ仕様に仕上げてるなっていう。もともと17インチのディッシュ履いてたんですけど、はい、最近この15インチのフォルテックス手に入って。すごいよねこれね、はい、ちょっと後でホイールコーナーで、はい、おー、いやーこれで僕は刺さった、はい、この13くらいこれっていうのがまたねありがとうございます。これちなみに去年購入された時ってどれぐらいのお値段だったんですか？110万とか。110万でも上がってるね。僕高校生の時はまだ5、60万で買えたんですけど、卒業してからだとすごい値段上がってましたね。そうかそうか、まあね、でもその価値が分かって買われるオーナーさん19歳です。素晴らしいし、はい、頑張りました頑張りましたよね、はい、ありがとうございます。じゃあちょっといろいろねいじってるポイント見ながらなんですけど、まずこのボンマス、はい、これは純正のオーナメントになるんですかね？これはなんかヤフオクに1万ちょいぐらいで売ってたやつです、もう結果オーライ十分ですよね、はい、あと外れないように ね、強力両面テープでグリルを、これはブラック黒に塗ってて、うん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 、結構自分で塗ってるんで飛び石とかで剥げるところは剥げてる。まあね、しょうがないですよね。でも、まあ、綺麗に塗られてて、うん、補修すればね、この辺は引き締まるね、悪さ出ますよね、うん、下の部分とかも汚いんですけど、はい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 、ごまかすために黒に塗った感じ。なるほどなるほど、まあこのメッキの劣化ってね、うん、結構こだわってる人みんなメッキ屋さんにね、そうです、ね、再メッキかけてもらうとかって結構今車いじするだけでも大変だろう。いや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 、でもこうやって自分でスプレーで塗ったりするのもカスタムの楽しさの一つなんで、はい、ここは流行りのシャイニングにしないんですね。あ、今なんかヤフオクにシャイニング出てて今狙ってるところです。落ちることになります、はい、ありがとうございます。そしてこれサイドカバーですか？これオレンジは。そうです、ここオレンジにした自分の中のなんかあるんですか、コンセプト？オレンジにするとちょっと周りから見た感じがちょっと渋く見えるので、うん、フォルテックス履いて渋く見せたいなと思った。もともとクリア履いてたんですけど、はい、ちょっとオレンジのコーナーちょうどネットにあったんです。わかるわかる、いい感じいい感じ。だからあえてこの辺もそうですね、オレンジのままで。もともとクリアだったんですけど、はい、全部オレンジに戻していいと思います、はい、17インチのそのディッシュ履いた時は全部戻してとか、はい、いろいろ結構
仕様変更したりの楽しんでますね、はい、そしてまたこの当時仕様のコーナーポール、そうですね、これ元から、はい、元からです。あ、結構これもなんかレアみたいで、もともとなんか外す予定だったんですけど、いや、オーナーさんがね、年の時僕がこれ買ってたら20年前にまず何するかってこれを外してましたけど、ですよね、僕も外したかったんですけど、なんかその今はレアですよ、なんか車の集まりだときに外すなって、はい、当時の人から言われたんでつけてますね。逆にこれをさ綺麗にして、もうそれこそメッキし直したりして、あ、そうです、それぐらいの価値があるものだと思った方が。そして下のリップスポイラー、はい、これは Y31 セドのリップです、ね、当時はね、13クラウン結構いろんな車種の流用ね、シーマのつけたりとか、もともとシーマのリップついてたんですけど、あ、そうですか、やっぱりちょっと高速で跳ねた瞬間割れちゃって、あらら、いやでも綺麗につけてますね、あるとない全然違いますよね。でナンバーもちゃんと当時の自己式入れて、すごい電球のやつで、ね、下からパカッと開けると、はい、これもなんか当時物のやつで高かった、2万ぐらいして今なんか結構高いんですよ。本当ですよね。でもあえてムラがあるやっぱ昭和感を出したかったんで、いいんだよね、はい、じゃあサイドこれかっこいいね、ワイヤーホイールを13クラウンに履かせるオーナーさん、これはセンスいいね。これも人と被らないよね、人とまだ13にワイヤー履いてる人はあんまり見たことないです、ね、この1個前ぐらい12ぐらいからですね。そうですね、トルテックスのワイヤー結構12とかのクラウンで履いてる人多いんですけど、はい、それをあえて13に履くって履いたということで、これはサイズって 15? 15インチです。あー、すげーなー、結構汚かったんですけど頑張って磨いたんですよ。でもワイヤーホイールって結構磨きづらくて頑張ってますね、まだめっちゃ大変ですよね、ちょこちょこ時間あるとき頑張ってます。これ昔の Y30 系とかね。あ、そうですね、はい、これ渋い。これはオークションとかで見つけたんですか？いや、これは先輩が持ってて譲ってもらって、結構ネットだと10万以上するんですけど、破格の5万で譲ってもらって4本で、はい、タイヤ付き、そうです、素晴らしいっすね。でもこの辺だとそんな辛い位置とかその辺追い求めずにね、もうこんな感じではか、はい、ポンと剥がしちゃうのがかっこいい、かっこいい。特に13クラウンのタイヤハウスって広いからね。そうなんです、オフセットもなんかすごいオフセットなんで、そう結構タイヤ探すのも大変ですよね。スペーサー入れるとなるととんでもないスペーサー入れなきゃいけないね、はい、でサイドをずっと見ていくと、特にそのままがこの辺塗ってるんだね。これも自分で全部、ね、うん、ここ黒で、ここも黒だったんですけど、はい、全部キッパスキングして、はい、全部スプレーで塗装した感じ。いいですね。これちなみに足回りって何で落とされてるんですか？ダウンサスです。あ、ダウンサスですか。車庫長ちょっと今日まで間に合わなくて、はい、来年になったら車庫長になります。うーん、これダウンサスでも結構下がってますよね。そうそう、カット、下巻きカット、下巻きカットね、結構カットして跳ねない？あ、めっちゃ跳ねます。10台ぐらいだとね、僕もそうだったけど、これぐらいの跳ねは気にならないんだよね。ただ同乗者が嫌がるぐらいだよね。そうですね、彼女から結構言われます、うん、言われるでしょ、はい、あそこのドリンクホルダーにジュース入れてたら跳ねるでしょ。あ、やばいです、ね、何回もこぼしましたでもね、いいんだよ、見た目がかっこよければ。そしてすごいね、ちゃんとこのテレビのダイバーアンテナも、これも後からつけたの？これも後から自分で。なんとなー、こだわってるよな。うん、これだけだったんですけど、はい、配線切れてたんですよ、はい、でも自分でこう配線加工して、はい、通ってますよみたいな雰囲気、これ一応ダミーなんですよ。なるほどなるほど、ちゃんと通ってるっていうのをね、はい、いや、いいよ、そういうのは楽しんでやってる時がね。そして懐かしの僕のチャンネルで初だよね、はい、日本アンテナ、あ、ね、そしてブーメランついてるわね。もうやんちゃさ倍増するわ。段差をつけることによってなんかこう確かにね、なんかね、これすごいね、このロングタイプね。そうです、なかなか手に入らなそうだね。だダイヤモンドアンテナって言って結構ロングタイプのアンテナ、あー、なるほど、探しててたまたまあって落とした感じ。いやー、いいわ。なんかもともとついてて、あ、そうなんですね。いや、やんちゃだよこのリアビュー、ブーメランね。しかもこれまたね、台座が低いブーメラン。そうです、珍しい。なんか結構ネットに出てるやつだと背高いのしかないんですけど、はい、またまたま背低いのあって、はい、背低い方が後ろから見た感じがかっこいいんですよ。ああ、確かにね、その運転車目線でね。そうなんです、うん、なんで結構低いの選んで、これも結構高かったです。もう高いでしょうね。これ何、マグネットでついてるんですか？そうです、マグネットで、強力マグネットでね、はい、いやー、これは走ってて前にこのクラウンいたら、うわ、これやんちゃなってそしてマフラーも日本出しのマフラー、マフラー、これもストレートです。ストレートって感じですか、はい、すごいな。車小僧のマフラー本コーナーあございまして、はい、ちょっと自慢のこれワンオフ、もともと先輩が乗ってた13についてたのを譲ってもらった感じ。そうなんですね、エンジン2000ですよね。そうです、ストレート、音を聞かせてもらっていいですか、はい、エンジンかけていただいて、これバコンか、結構でもまあ2000回転ぐらいだったら多分ポンだけでいいですよ、はい、13クラウンね、ロイヤルサルーン 2.0 のワイドボディキットのねバージョンで、2000cc のエンジン、いい感じいい感じ、軽くで OKOK、 いい音じゃん。
十分十分、あの今の仕様にぴったりの音だね。そうそう、3000とか4000になるとちょっとこういう音出なくて、はい、2000の 1G だと結構やんちゃな感じの音が出るので、結構 1G のエンジン好きでわざと2000でワイドボディ選んで。そういうことですよね。素晴らしい、いい車見させてもらった。ちょっと中見せてもらってもいいですか。はい、しかもオーナーさん今出てきた瞬間スカッシュの香りがプンプンしたんだけど。あ、でも結構汚いです。おお、これぞスカッシュ、ビップの匂い。ほとんどあのポピーですか、この匂いは。そうです、あれ結構珍しいやつで。え、あの色、あれ珍しいですね。パインスカッシュっていう元からあるみたいで。あ、本当ですか。みんなブーケとかつけてるんです。ブルーのやつだよね。はい、でもなんか黒がたまたまそのお店に置いてあって、はい、あ、これいいと思って。いい匂い、いい匂い。つけてる人まだ見たことないです。あー、いいわ。うわ、シャンデリアついてますよ。おう、あれ夜ちょっとぼんやり。そうですね、わざと 24V 入れてもやーって。あー、そういうことか。いいねー、ちょっと旧車風に仕上げてね、はい、どっか運転しやすいっすか。あ、なんかフラン病が最近出てきて。あらららら、ポルテック咲いてる時は何でもないんですよ、はい、なんかあの 8J のやっぱりその17インチ角すごいブレるんで、それも後々直さないとな。どれぐらいのスピードの時ブレます。80キロからそこら辺からブレます。一番必要なとこなんだよね。そうですね。で、僕今目についたんだけど、はい、下にもエアスペンサーがっつり入ってんのね。あ、そうです、はい、ちっちゃい頃から親の車がスカッシュで、はい、おで、それでずっとスカッシュ好きで。じゃあお父様も車好き。そうですね。そうですよね、はい、だって多分僕の年齢お父様世代だと思うんで、僕今42なんで。そう、そんぐらいです。そんぐらいですよね、はい、そう、だからもうまさに VIP 世代で、はい、だから息子さんがこういう風に乗られてるのは、半分ハラハラしながら半分嬉しいみたいな。あ、言ってました。半分は心配なんだよ、ちょっと変な方向いかねえだろうか。ボディも磨いてるね。そうですね、結構毎回のように洗車して。スーパーホワイトになるのかな、この時代ね。はい、もう水垢取りしがいがあるんだよね。そうなんですよ、ね、真っ白になるからね、はい、ありがとうございます、はい、素敵な今までないテイストの一旦からもね、収録させていただくことができました。本当に今日ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今後今考えてるのが、車高調を入れて、まあ面決めて17インチ履いて、ちょっと今ちょうど落としたメッシュの17インチがあって、はいはい、それでちょっと今度本当に大幅な仕様変更しようかなと。そうするとまた当時仕様の13クラウンみたいに感じで戻してって感じですね、はい、あ、サイドをつけて部品は揃ってるんです。なるほど、まだやってないです。じゃあ今日の仕様結構レアですね。そうですね。あ、よかったよかった。あの車ごとチャンネル永久に保存しておきますので。 ありがとうございます。懐かしい仕様だなって見ていただければいいと思います、はい、ありがとうございます。また今後とも車ごとチャンネル引き続き、はい、よろしくお願いします。本日ありがとうございました。ありがとうございます。素敵なクラウン、あれはどーん、これ12系のクラウンって言ったらよろしいんですかね。タムタムで、タムタムさん。これワークのリービング2ですか。よろしくお願いします。